こんにちは、エバス・タケシです。今回は悪口を言う人の心理を知れば人生10倍楽しめる、その3というテーマでお話ししていきたいと思います。誰しも相手を批判したり悪口を言いたくなる瞬間はあると思いますが、それを延々と聞かされる方はとても苦痛だと思います。しかし、相手が悪口を言うからといって、そこで人間関係を切り捨てるというわけにもいかないというのも現実です。 例えば、あなたの友達 A さんが共通の友達 B さんについての悪口を毎日のようにメールで送ってきて困っているとします。そのメールの内容は、B さんは時間を絶対守らない。B さんは自分の話しかしない。B さんは人の傷つくことを平気で言う。などです。あなたはいつも同情するような返信をしてますが、あまりにもしつこいので、心の中ではちょっといい加減にしてほしいな。 と思っていますそもそもなぜ A さんは B さんについての悪口をあなたに言ってくるのでしょうか。本当は A さんは B さんにいろいろと不満を言いたいのだと思います。ちゃんと時間を守ってよとか自分ばかり話してないで私の話も聞いてよとか人が傷つくこと言わないでよなどと B さんに言いたいのだけれど言えないからあなたに言うしかないということです。 どうして直接 B さんに言えないのかというと、そんなことを言ってしまったら相手に嫌われてしまうと思っているかもしれません。また一度言ってみてひどい喧嘩になったことがあるのかもしれません。何かしらの理由があって言えないのです。それでも A さんは B さんに会うたびに不満が溜まっていきます。その不満は解消されることはありません。そこで誰かに悪口を言うことで鬱憤を晴らしているのです。 このように悪口というのは本人が怒りや不満などの嫌な感情を抱いている相手に面と向かって言えないから話を聞いてくれる他の誰かに八つ当たりみたいな感じで吐き出している状態なのです。しかし悪口を聞かされている側としたらとても苦痛で気がめいってくるものです。では他人の悪口を聞かずに済ませるにはどうしたらいいのでしょうかそれは相手のターゲットにならないことです。悪口を言う人は 誰でもいいので、とにかく聞いてくれる人を探しています。つまり、ターゲットは誰でもいいということです。そんな悪口のメール、私に送ってこないでよ、と返信したいところですが、まずは相手に取り合わないことが重要になってきます。悪口を言う矛先が自分に向かないようにするのです。相手の悪口に付き合わずにいれば、そのうち相手は他のターゲットを探し出すと思います。では、具体的に、 どうするかというと悪口を言っているメールには返信しないことです悪口以外の内容のメールには返信するようにすれば相手もだんだんと悪口は聞きたくないんだなと気づいていきますまたいきなりメールを返さなくなるのは難しいと感じるのなら悪口に関することには一切触れずに全然関係のないことを返信するのもいいと思いますうちの猫が可愛いいから写真送るねでもいいし家の近くに 新しくできたレストラン行ったでもいいと思います。返信はするけど、向こうの悪口には取り合わないという姿勢を貫くことが大事です。返信するとき重要なことは、できれば明るい話題を選ぶということです。ネガティブなことばかり考えている友達に、世の中そんなに悪いことばかりではないということを思い出させてあげるためです。それでも相手はしつこく悪口の方に話題を戻してくるかもしれませんが、 そのたびに、こちらは、その話題に付き合わずに、明るい話題に戻してしまえばいいのです。それを何度も繰り返せば、さすがに相手も、私の悪口を嫌がっているな、と気づくかもしれません。悪口を言ってくる友達に、面と向かって、そんな話は聞きたくない、とか、もうやめてほしい、などというのも、一つの手だと思いますが、それでは、相手との関係に、日々が入ってしまう可能性があります。だから、 お互いの関係を維持しながらも悪口は聞きたくないということを相手に分かってほしいのなら、この相手に気づかせる方法が効果的だと思います。では、最後までご視聴していただきありがとうございます。もし今回の動画が役に立つと思ったら、グッドを押してもらえると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。